どうも皆さん、こんにちは、ゆうです。今回、新しいアプリの紹介していきたいと思います。こちらですね、現在、Google Play のアプリランキング、またね、App Store のアプリランキングで上位に入ってきているアプリです。Q というね、ゲームなんですけども、まあ、こちらをね、やっていきたいと思うんですけども、まあ、こちらどんなゲームかというと、まあ、それぞれね、ステージごとに問題が、お題が出されます。で、そのお題をね、クリアしていくっていうアプリなんですけども、まあ、結構頭使うやつがね、問題として出されますので、結構面白い。ハマっちゃうもんですね。まあ、とりあえずやってみたいと思います。まずレベル1ですね。黒いスペースに何か描いてみてください。まあ、この辺はね、もう簡単なんですけども。まあ、こんな感じで書いて、まあ、書いたのでクリアということで。書いたものがね、下に落ちていくんですよね。そして、レベル2ですね。今回ステージ5まで、やろうと思います。紹介としてね。で、ステージ2、描いたものを赤いボールに当ててくださいと。この下の赤いボールですね、描いたもの。で、描いたものが下に落ちるので、さっきみたいに、まあ、この中で描いたものが下に落ちて当たってクリアということになります。僕、ね、今レベル17までクリアしたんですけども、まあ、今回ね、アプリの紹介ということで、レベル5まで、やれたらなと思います。そして、ステージ3ですね。赤いボールを左の壁に触れさせてください。この赤いボールですね。下にある赤いボールを左の壁に触れさせてください。まあこんな感じで。はい、クリアですね。で、やっぱりね、レベルが上がるにつれて難しくなってくるので。ステージ4ですね。描いたものを左の壁に触れさせてください。まあ、棒を描いて倒す。それとも坂を描き、そこに何かを転がす。みたいな方法は自由です。みたいな。感じなので、まあ、こんな感じで。あ、すいません、ミスりました。これ、まあ、丸描いて、その後にこれで、いかない。いかない。こんな感じで。これはちょっとダメだったら、あんまり良くなかった。そして5ですね。で、今回、ここまでやって終わりたいと思います。5、ボールを出せっていうね、ちょっと今までと違う感じです。このね、ボールをどうやって出すか。まあ、こんな感じで出るかな。出ましたね。まあ、これでクリアという感じになります。はい。ということで、いろいろやり方があると思うんで、結構頭使ってね、これをどんどんクリアしていくっていうアプリになります。一応6も見てみますか。6はちょっとね、結構僕的にはいろいろ悩んだので、答えはね、まだ出さないで。置こうと思うんですけど、赤いボールをね、左の壁に当てるという、ここに入ってる赤いやつですね。これを左の壁に当てるっていうのが6です。ステージ6。皆さんだったらどうやって出しますか、これ。結構僕これ悩んだね、ステージ6は。まあ一応クリアしたんですけど、まあこんな感じです。なので、これをね、ちょっとね、ちょくちょくアプリで、新しくね、上げていければなと思ってます。今回僕のね、ワイプがついてるんですけども、次回はね、僕のワイプなしで、そのままゲームのね、画面を出すだけか、もしくはゲームの画面に僕の声を付け足して上げていくか、していきたいなと思います。このね、攻略っていうのかな、わかんないですけども、もうこのね、ステージをどうやってクリアするのかなっていうね、ものを上げていきたいなと思います。ではね、次回は、以上、ステージ6からステージ10までのね、攻略というか、僕ならこうやるっていうのをね、上げていきたいと思いますので、Q というアプリ、気になる方、いらっしゃいましたら、またね、気にならなくても見てほしいですけども、はい、もしよろしければですけども、見てやってください。では、今回は Q というアプリの紹介でした。ここまでご視聴してくださった皆様、本当にありがとうございました。レコードキーパーとかね、パズドラ、最近パズドラちょっと上げてないんですけども、やってますので、もしよろしければそちらの方も見てやってください。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。以上、ゆうでした。バイバイ。